はいどうも。えっ、ー、とですね、高市さないのツイッターがですね、えー、高市さないをですね、応援してる応援、応援してる方たちがですね、高市負けるなよっていうののですね、応援を送ってる場所みたいで、えぇ、ー、さっき二つ目終わったんで、今度三つ目ですけど、三つ目ですけど、えー、そうですね、お疲れ様ツイートはちょっと減りまして、うーん、 高市がですね、負けそうだから、負けないでツイートとか、リプライとかですね。そういうのが多いですけど。はい。で、えっ、ー、と、悪意はですね、ないつもりで、ね、見てるんですけど、やっぱりですね、ちょっと、奇妙なリプライ的な感じがするんで、ちょっとですね。で、これがですね、三つ目ですね。えー、これもあれか、下からやった方がいいのか。 えー、大野田君とかで、ね、桜井よしことか、統一協会系を応援しなさいみたいな感じで言って,言ってますけど。えっ、ー、と。これがさっきのやつですね。で、えっ、ー、とですね、土曜日とに、土,土日になると暇になるみたいで、えー、土曜日から日曜日に変わるあたりでですね、なんか午、5、5ぐらいですね、ツイートしてて、多分ですね、あの、 一般国民がですね、高市負けるなよ、頑張れよ、みたいな感じのツイリプライを求めてるんでしょうけど、リプライをしてくれるのはですね、高市の周りにいる人ばっかりで、はい、みたいな印象でね、はい、高市さんなえね、えー、と、えー、な、何があれなんだろう。国会に呼ばれて、と、答弁するのはね、大切なことなんだよ、みたいな感じのことを言ってるんですけど、 これね、サラサラサラーと見てですね、終わりますかえぇ、えーえー、高市さんを守る。日本、自衛隊。 国会のあり方改革。こんばんは。<laughs> こ、あい、挨拶からなんだ。珍しいんですね。変なのに絡まれてさぞやご苦労が絶えないでしょう。えー、PS4 Pro。尊敬するのは浩、浜田孝一浜港ってやつですかあれ、浜港で死んだんだっしたっけ 生きてるのあれは、鈴木宗男かあれ。<laughs> 浜港って死んだんでしたっけ安倍晋三、原発推進、えー、よくわかんないですね。あ、安倍、安倍晋三みたいな感じですね。器というか、レベルが断地。ちょっとあれな、暗くなってきたな。 えつかなかった。高井さんお疲れ様です。出た。お疲れ様です。自民党員です。ああ、だから、あれなんだ。自民党員が、高井さん負けないで頑張ってねって言ってるってことなんだ。なんでここで言うんだろうなんか、 なんかあるんでしょうね。高橋さん、私、高橋さん応援してますから、あの、私を、あの、今度私選挙出たいんで、その時応援してね、みたいなとか、そういうのがあるのかな。出た。ご公務お疲れ様です。自民党員。でですね、自民党員ここで別に、 高市さん応援しても別におかしくない、おかしくないとは思いま、すちょっとおかしいですね。ここで応援するのはちょっと変ですよ、やっぱり。あの、えっ、ー、と、なんか公平な立場で、こう、そう、高市からはですね、あの、ああ、私の応援団が応援してくれてますね、みたいな感じで見えてるかもしれないですけど、一般の方からするとですね、 あの、あ、応援団が、あの、こう、甲子園にいてですね、高市がバッターに立った時にですね、あの、打て打て、お前なら打てる、絶対打てるから、負けるな高市、ファイトだ高市、みたいな感じでですね、応援団が応援してる状態で、えー、っと、私は高市が、 総裁選へ立候補するときの演説に感動したものです。あ、だから高市が変なツイートをするからですね、応援団も何って書いていいかわかんないんですね。もうちょっとこう、あの、国会経費とかですね、あの、ああいうなんか刺激的な言葉をですね、ワードを入れてくれると反応しやすいんですけど、なんか、 変なツイートだったんで反応しにくいんでしょうね。で、私は、その、立憲民主、民主の方をものすごく応援してるわけでもなく、あ、ど、どっちかって言ったら立憲民主の方を応援してるのかな。ぼんやりですけど。えー、っと、彼らが欲しいのは高市の回答でなく、 ほんまですよね。イラッとしててしなくても関西弁バリバリでお願いします。あ、普段の高市は関西弁バリバリなんだ。ナバリ、ナバリ、独部常習事件とかそういうあれですかね。なんかね、あの、短い文章が、 短い文章で、ああ、これ自民党の方かなんかなんだなっていうのは、応援してます。お体を大事に。あ、日本を核武装しよう。まあ、そういう考え方もありますね。はい、えー、負けないで答弁をお願いします。 よくわかんないんですよね。日本。あ、いや。ステアかの素早いいいねの対応はすごいですね。高いんの毅然たる振る舞いはお見事でした。メタル魂は強い。あれなのかな ?X を歌ってたとかそういう流れの話なのかなセンシティブな画像だそうなんでちょっと気をつけて。 はい、これはセンシティブですわ。ええー、と、記者会見の映像、とてもお疲れのように見えました。見え、見えちゃうんだ。<laughs> あ、高市を女性、初の女性総理大臣にね、なんとか、あれなんだ。 あ、で、高市がダメだったら、あの、えー、斧大野ってやつを押してみようか、みたいな、感じで流れがあるってことで、さっきの桜久子はですね、ま、あいいや、やめとこう。お疲れのところ、フォロワーので、ために。 わかってますよ。カール。高市さんは何ら問題ありません <laughs> この。このツイートのあれはちょっと面白くないですね。だからですね、あの、高市がですね、 あの変なツイートするからですね、あの、お、高市応援団の人もですね、えっ、ー、と、何ってこう、リプライを盛り上げてですね、やらないといけないと思って、その義務感で書いてるんですけど、何って書こうみたいな。何って書けば高市が喜ぶのかなみたいな感じで。なんかそんな感じにも見えますけど、高市応援団って結構多いんですかね。あ、出ました。岸田不支持なんだ。 へえ。だから、よくわかんないですけどね、あの、自民党の中でもな、やっぱりなんか派閥みたいなのがあって、はっきり分かれてるんですかね。はい、ええー。ちょっとね、見てる人も多分つまらないと思うんですけど、私もちょっとつまらないですけど、あと5分ぐらい頑張ってみようかなと思ってるんで。 えお勤めお疲れ様です。もう完全に刑務所の、刑務所の人に、刑務所に入ったあの、同じ組のあの、上の人にね、あの、刑務所から出てきた時に書ける言葉じゃないですか。はい、また出た、この画像。 国民は分かって,います国民ってどこの国民高市さんいつも尽力いただき高市がだ、誰かのために動いててその方たちが喜んでるってこと 憲法改正。憲法改正。統一協会がね、第三次世界大戦を起こしたがってるからね、憲法改正しない方がいいのかなみたいな印象があるんですけど。ええー、私が見たいのはですね、あの、軽い、あの、お疲れ様お、お疲れ様ツイートですね。私とた高市さんはいつも一緒に 同じ方向に向かって頑張ってますんで、みたいな。同じチームですんで、みたいな。高市さん、いつ、いかなる時も応援してます。言いがかりに負けないで。ゆきこ、M <laughs> ちょ、ちょっと待てよ。ってことはですよ。高市応援団以外の人は応援してないってことになるんだけど。 その批判的な人も書き込んでないですけど、応援してる人も書き込んでない。応援者は。応援してる人は全員自民党員か、日本会議の人ってこと高市さんを応援してます。それは応援するだろう。応援団なんだろうあ、出た。お疲れ様です。 ま、この動画ね、通ってもねどん、載せるのはだいぶ後になっちゃうんで、あれですけど。<laughs> もうとにかく、立憲は失礼極まりない集団で。はい、まあ、まあ、あと2分くらいか。短期は損期。今まで高い位置をポスターでしか知りませんでしたが、 高市の国会動画を目の当たりにして、久々な信用できる議員さんに出会えたと思いました。こんなこと書く じゃあ、あの、プロフィールの書き込みのとこ見て、あの、な、何って出るのが正解かちょっとわかんないですけど、何って出るかなと思って見てるだけですけど、あと30秒ぐらいですね。えー、はい、だからですね、高市が変なですね、ツイートをするからですね、高市応援なもんですね、何って書いていいかわかんないから、あの、 よくはわかんないけど、高市頑張るみたいなですね。書き込みしかちょっとできなくて。えー、高市応援団も大変ですね、ってことで。また出てる、センシティブな、刺激的な内容が含まれてる。これね、たまに、エッチな画像とかも出てきちゃうんで、ちょっと一回止めてですね。これは刺激的ですわ。はい、やっぱり高市応援団は、安倍晋三応援団ってことなんで、 同一協会関することかなり深い関係なのかなみたいなのをですね、言ってる人がいまして、はい、これが3番目でしたけど、ちょっとつまらなかったですけど、4番目いきますってことで、はい、以上です。